クロロキンは、抗マラリア剤の一つ。マラリアの治療もしくは予防のために用いられる。1934年に、ドイツで最初に合成された。現在ではクロロキンに耐性を持つ、マラリア原虫が出現している。そのためクロロキン単独で用いることは、あまりなく、他の薬剤と併用されることが多い。ドイツでは、合成に成功したものの毒性の強さから実用化を。 断念した。しかし1943年にアメリカが主衆国で独自に開発し、コーマラリア薬として発売した。MD アンダーソンガンセンターの研究グループによると、休眠状態のガン細胞をクロロキンでオートファジーを遮断したところ、ガン細胞の再成長が阻害されたとの報告がある。強い心臓毒性があり、リン酸クロロキンの場合、 致死量は成人で2から 3g、小児では0.5から 1g である。マラリアの治療服用量は、成人で1日あたり 250mg ム上を4錠が、標準であり、治療域と中毒域が接近している。マラリア多発地域のタンザニアでは、致死量の少なさから、安価で入手が容易な自殺用薬物として広く認知、されていて、女性が、 妊娠中絶に用いた中毒事例や HIV 陽性者などの自殺事例が頻発した。欧米でも自殺事例がある。1959年にクロロキン網膜症という重篤な副作用が報告された。クロロキンの長期投与により眼底用班が障害され網膜血管が細くなり視野が狭くなってしまう。クロロキン網膜症には 治療法がなく薬の服用を中止しても視覚障害が進行する。日本でのクロロキン網膜症患者は1000人以上に及んだ。アメリカでの報告や警告があったにもかかわらず、厚生省が情報公開や製薬会社に対する指導など適切な対応を取らなかったために被害を拡大するという他の薬害事件と同じような経過をたどった。また、日本では 1955年頃から使用され、マラリア以外にも、慢性腎炎や、転換などに効果があるとされたことが、薬害患者の大量発生につながった。クロロキン毛膜症患者とその家族は、製薬会社、国、医師、医療機関を相手取って、訴訟を起こしたが、最高裁判所は、国家賠償法に基づく、国の賠償責任を認めなかった。なお、 全身性リテマ等です。皮膚エリテマ等です。関節リウマチの治療薬として有効性と安全性が認められ、日本以外の世界各国では広く使用されている。近年、認可がおり日本国内でも使用が認められた。クロロキンの代謝産物でもある、ヒドロキシクロロキンが同様の適用で使用されている。レゾシン 250mg 上パッケージコーマラリア薬。 コアメーバ薬としての効能を持つが、日本では主に研究用試薬として販売されている。当初、新型コロナウイルス感染症への期待が寄せられていたが、現在の米国ガイドラインでは、クロロキン、または、ヒドロキシクロロキンは、入院患者には使用しないことを推奨し、外来患者でも、臨床試験でない限り使用しないことを推奨している。2020年2月4日に、 セルリサーチに中国科学院武漢ウイルス研究所などの研究グループが発表したレターによればインビトロの環境下でアフリカミドリザル起源の標準細胞ベーロ E6 細胞を用いてリン酸クロロキンを含む7種類の物質の2019新型コロナウイルスに対する抗ウイルス効果を 50%効果濃度を基準として評価する試験を行ったところ、リン酸クロロキンの EC50 値は 1.13μm であり、試された7つの物質のうちでは、エボラ出血熱治療薬として開発された、レムデシビルの EC50 値の 0.77μm に、次ぐ高い効果を示していた。2020年2月15日付の鍵日によれば、 長期のインビトロ試験の結果に基づいて、ファビピラビル、レムデシビル、リン酸クロロキンについて、すでに、中華人民共和国で、臨床試験が開始されている。2020年2月21日付の新貸者の、報道によれば、21日の中国科学技術部、女並平副部長の記者会見で公表された、データによれば、北京と関東でのリン酸クロロキンの135例の、 臨床試験のうち130人の軽症と中等症の患者は重症化することはなく5人の重症患者のうち4人が退院し1人が中等症に改善した2020年2月21日中国湖北省保健衛生委員会はリン酸クロロキンの使用における有害反応の綿密な観察に関する通知を発行した通知には 中国科学院武漢ウイルス学研究所によると、成人における、この薬の致死量は2から 4g であり、急性致死性であることが記載されており、指定されたすべての医療機関に、この薬物の使用中に注意深く観察することを要求している。2020年3月4日、中国国立保健医療委員会が発表した、 新型コロナウイルス肺炎の診断と治療計画では、いかなる心臓病を有する患者に対しても、リン酸クロロキンの使用を一律に禁止している。2020年3月19日、バイエルエイジーは、本在、レゾシンが、新型コロナウイルス感染症の治療に使える可能性があることに備えて、300万錠を、米国政府に寄付した。 本材の効果については中国で評価、作業を中としている。2020年3月20日、米国のドナルド・トランプ大統領が、記者会見で、クロロキンが、新型コロナウイルスに有効で、食品医薬品局も承認したと発言した。しかしその後、水素清掃用のクロロキンを服用した男性が、服用30分後に、 体調を急変し、米国アリゾナ州のバナーヘルス医療センターで救急治療を受けたものの死亡した事例が発生した。クロロキンの有効性については、FDA 長官が治療薬としては正式に承認していないと大統領発言を直後に訂正しており、FDA 等が有効性を調査している。3月25日、中国での小規模の研究結果は、 コーマラリア薬のヒドロキシクロロキンが他の方法よりも新型コロナウイルス感染症に効果がないことを示した。2020年3月29日、米食品薬品局は、クロロキン及びヒドロキシクロロキンを小規模な症例の報告しかないものの、想定される効能がリスクを上回ると考えられるとして、新型コロナウイルス感染症治療としての 緊急使用許可を発行したと発表した。2020年4月15日、ブラジルで行っていた臨床試験で被験者が死亡したため試験を中止していたことが報道された。ブラジル北部マナウスの病院で新型コロナウイルス感染者81名に臨床試験を実施したところ、被験者のうち11名が死亡した。そのため、臨床試験は6日で中止された。 3月22日、フランスのニース大学病院付属、パストゥール病院でも臨床試験を実施したが、副作用と心臓病リスクのために、直ちに試験を中止した。2020年6月15日、米食品薬品局は、クロロキンとヒドロキシクロロキンは、新たな研究結果から、新型コロナ治療に有効な可能性は低いことが判明したので、 心疾患関連の有害事象や他の深刻な副作用を考慮して新型コロナウイルス感染症治療での緊急使用許可を撤回すると発表した。さらに、両薬がレムデシビルの効果を弱める可能性を示すデータが得られたとし、レムデシビルと併用しないよう警告した。ありがとうございます。